チリサケヤシは、ジュバエア族の唯一の種。南アメリカ南西部に自生しており、コキンボ州南部、バルパライソ州、シ都ト州、オイギンス州、マウレ州北部の南位32度から35度の間のチリ中央部の小さな地域に分布する固有種。イースター島で絶滅したヤシもこの族に属していると、長い間考えられてきた。しかし、2008年に、 ジョン・ド・ランス・フィールドがそれを独自の属パッショロ・ココスとして分類したことで議論を読んだ。最も厚いジュバエア族はカリフォルニア州リバーサイドの J ・ハリソン・ライトの土地にあり、肩の高さでの直径は66インチ。1889年の南オーストラリア州のアデレード植物園における事例では最大のものが6フィートにもなり、基部が厚い。チリの中部アコは国近く。 ラカンパーナ国立公園のジバヤ族は、その根元の厚さが6インチから7インチである。世界最大の屋内植物の事例としては、旧王立植物園のチリサケヤシが、温室の最上部まで成長したため、2014年に、スタッフによって切断された。ヤシの2600以上の基地の種の中で、チリサケヤシは2番目に大きい質量であり、半断源または、 川底のボラッシスアイチオプムによって飲み越えられる。この種はチリ内で部分的に保護されているが、人口型と放牧地の拡大の圧力により、チリサケヤは今世紀までで数が減少。ありがとうございます。